質問ですが、団長さんとはどんな関係ですか？いやちょっと言えないんですけど これ文春に載っちゃうかもしれないんですけど、言っていいですか？もしかしたら文春に載っちゃうかもしれないんですけど、毎週火曜日に、あ、曜日まで行っちゃった。もう週、毎週のことなんですけど、イオヒカリ TV で火曜日に、まあ月金っていう月曜日から金曜日までの番組があるんですけど、その番組のメイン MC をされてるのが団長さんで、で、私は中継で、まあほぼ会わずに毎週。うん、あ、ちょっと公言ったらあれかな。公言ったらやばいかな。ちなみに毎週会ってないんですよ、全然。あの毎週火曜日に私は中継でいろんなところからあのその番組に出てるっていう関係。これ内緒だよ。あとは YouTube で生配信してるところにあやはね軍団が襲撃しに行くっていう関係です。親しい友人の一人やがな、いや親しい友人にも慣れてないんです。だから本当に会ってない、全然会ってないのに YouTube でめちゃくちゃ仲良くなったっていう関係です。うん、すごいいい人で、 YouTube についてすごくね、私の方が先にやってるから質問していただいて、新年会、忘年会かな、なんかあった時に一度あの YouTube やりたいんだけど編集の仕方、なんか今編集を任せてるからなんか自分で編集する方法を知りたいっておっしゃってて教えてあげたら、1時間半ぐらい、本当に2時間もかかんないぐらいのうちにサクサクマスターされて、でそれからなんか YouTube についていろいろ聞かれるようになって、で YouTube ライブやり始めたから遊びに行くようになったら、もうめちゃくちゃ声だけのお付き合い、そう映像だけの遠隔だけの仲です。めっちゃ仲良くなった気がします、この YouTube でね。本当にお世話になってます、いつも。めっちゃいい人。ということでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。よし。